工事の音うるさいな。ついたらすごいね、やっぱり。そうですね、一応今日は先生とグリーンクラブに行きます。グリーンクラブの何だっけ、修学展。修学展先生行ったことないですよね。ない、初めて。ちょっと行ってみたいと思います。あ、人いっぱいいますね。並んでる。秋元さん、おはようございます。もう少々お待ちください。はい、ここ受付やってるんですね。会見のスタッフとかの受付ですね。まだもう動画撮ってんですか。見たから。おはようございます。10時から。10時から。わかりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。街ですね。全然逃げない、全然逃げない。カモか。カモ寄ってきたぞ。3分前。40人ぐらい、50人ぐらいかな、並んでます。随分並んでるね。 お得なやつ絶対ありますよね。あれなんだっけ、前の長野の、はいはいはい、あそこ多分安いっすよ。あそこでも今日見ていらっしゃらないかな。出てる予定ではあったんです。あ、本当ですか。詳しいな。いいんじゃないですかこれ。前のやつのがちょっと古そうだけど、これとか ね、かっこいい。これ買おうかな。これが一番いいかな。2000円じゃいいっすよね。そうっすよね。どうすかこれ。こっち？こっちのいいよね。じゃあこれ買う。全然竹？竹好きですもんね。いくらなんですか？値段ちょっとない。おはようございます。おはようございます。ちっちゃいのがいっぱいありますよ。おお。これでいいや。うんうん。なるほど。食べれます。下にもあるじゃないですか。あ、下にもあるんだ。あれこれでも。これ値段ついてるんだ。うん。こっちも同じ？こっちも同じ1000円ですね。うん、はい。じゃあ4000の2000のお返しです。暑いですね。昨日雨で大変だったんですよ、搬入の時。あ、そっか。88じゃん。それだけ違います。倒れちゃうんでここに入っちゃった。値段つけてないから。はい、すみません、2000のお返しですね。なんかおすすめあります？おすすめ。そう、今日の目玉品。目玉品は苗木、さつきですね。さつきか。はい。あ、ちょ、はい、わかりました。これでいいや。はい。あれまた追加？今来たばっかり。あ、そうなんですか。うん、いやー、びっくりした。前うちで6年か7年ぐらいずっと修業してた。あ、バイトで今日は来てます。へえー。今日は何かおすすめ商品ありますか？山のようにあるじゃないですか、見てると。いや、それはもうもちろん分かってるんですけど。でも今ね、結構モミジが先ほど4つぐらい、こちらの、そう舞姫とか、こういったあの小芭蕉のものが、もう4個売れました。へぇ、モミジがやっぱ人気。これ見たことあるかも。これサルスベリ。サルスベリ、この間動画で撮ったやつ。すごいな、これすごいですよ、ね、綺麗ですよね、苦いんですよ、これ、うん、これだけ物作る大変だ、大変。もう最初こんな小さいのからやり始めて、種とかからやり始めたりすると、ケヤキなんて、これなんて結構年数経ってると思う、種からだと。ケヤキ値段いくらなんですか？これいくらなんだ、4000円、ね、4000円。これえのきだ。あ、これはえのきだ。あ、みんなえのきか、うん、大天守、うん、こんなにも大きくなるまでね、10年、20年かかっちゃいます。これ5年ぐらい経ってんのかな。これ、うん、
あ、もう立ってますね、多分ね。5年以上経ってるから。うん、立ってると思う。いつもほら値段わかんないじゃないですか。うん、だけどこうやって値段全部ついてるといいです。買いやすい。この間そのモミジのこの作る動画撮ったんですよ。なかなかやってもやっぱり枝刈りしちゃう場合とかもすごく多くて、うん、バッて刺してやったりしても、そうですね、そう順調にこの枝数が増えない。でも矢島さんはやっぱ一流なんで、枝数こうやって増やせてるっていう。うん、カエデ、うん、これすごいね、枝がすごいですね。この取り木なのかな、これ枝がこんだけ出てるんだもんね。うん、天君のこの図書なんかも、あ、図書かわいい小さくて、うん、多分10センチ以内に抑えられてるのかな。棚とか、ね、展示の時にすごいいいと思う。そうですね、うん、カリもすごいよね、この小ささで大きなのになってるんですね。なかなかないと思う。いや本当に、いや、あのね、一位もいいですね。すごいよね。豆松屋さん、そうです。ちいさん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。小さい盆栽という意味で豆松と名乗ってます。あ、そうなんですね、はい、おすすめ商品あれば教えてください。みんな可愛い子たちです。うん、みんなちっちゃい系。はい、ちっちゃい子たちばっかり。やっぱ姫王と好きですね。前も出てきたやつ。はい、前も出てきて、あとこれからは椿とかですかね。あ、これ椿、はい、ちょっとサザンカ系ですけど、あとは松が好きですね。松、はい、あ、心拍とか。あ、心拍、こういうの好きです。かわいい。あ、すごい色。どうや、どうや、いい色だね。ねえ、これ値上がりになってんだ。そうですね、黒いところね、これ、よく実がなるやな。オート、かわいいですね、お花。なんかサルスベリみたいな花。はい、なんか夏にずっと咲いてるんですけど、秋になると実が止まり始めるんですよね。アセロラの仲間って言われてて、こういう。これが実なんですか。はい、1本の木でなるので。あ、オスメスいらないんだ。オスメスいらなく1本でなります。でこれ今花咲く。はい、夏からずっと暖かい日は咲いてるって感じです。で、実は？実は秋。花咲いてないかな。花はでもまた上がってくるので、はい、形で選んでもらった方が。まだ咲くんですか？そうですね、暖かさ次第っていうんですか。へぇ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、おはようございます。面白いものありますか。面白いものですか。かっこいいな。いいのも安いのも。やっぱもう全体的にやっぱちっちゃいの多いですね。やっぱり商品の展示会ですからね。うん、これ綺麗だな。これ何？これサルスベリー。あ、これサルスベリー、こんな色になるんですか。紅葉してます。綺麗ですね。あ、こんな感じなんだ、紅葉すると。すげえ。あ、どうも。この辺がショート。これショートってやつ。すげえな、これ。すごいですね。これっすよ。イタリア級の。すげえ。作ったのかな。寄付されるかこれ。いいですかね。これもだ。揃うの大変だこれ。そうっすよ。全部綺麗。面白い飾り方。これとかなんだろう。あ、こういうのもいいじゃない。ね。
石こういうの作ってみるか。作ってみましょうよ、これ面白そう。水抜けるようになってんのかな。あ、どうなってんだろう。鉢皿鉢でこう、うちがくっついてんだよ、これ。へー、どうなってんすか。見えない。すごっ、こういうのもありなんですね。じっとすごいね、これ。うん、確かに。これ、これもいいですか。そうですね。おしゃれ。あ、ケビ。よりちっちゃい。かわいいですね。そう、今日だけ。10センチ以下か。10センチ以下じゃないですか。心拍、全部心拍だ。全部心拍。これも初めて見た。結構こう挑戦的なやつ多いっす。うん。かわいいっすね。花がね、どんな花かっていう図鑑があるんですよ。月影は白ですけど、ものすごい綺麗ですよ。白、すごい真っ白で、青みがかった白なの、月影は。風鈴があるからちょっと青っぽいやつだ。うん、そうそう。いろんな種類あるんですか。うん、すごい種類が多くて、で咲くとあの青みがかったような白なんですよ。白でもほら、ちょっとピンクがかった白とかね、いろいろあるけど、ね、赤白っていう単純なもんじゃないじゃないですか、ね。八重子さん名前書いてあるんだ、全部。うん、書いてあるよ。書いてある、聞いてくださいこれ無償か、これ。うん、大変ですよね。夏はあの薄い寒冷紗があるんですよ、白い。あれを上にかけて、これでも真上だけですけどね。だいたい11時から2時ぐらいの間影になる。すごい。すごい。石を作るかな。こんなちっちゃく作れるんですね。作れないな。水性が作れなかったら作れないな。石章。石章。600円。これいっぱい作るんじゃない、これ。いっぱい作りますか。うん。石章は。おのさんの鉢買って。うん。十個ぐらい違う。十個ぐらい。じゃこれ買いますか。何買ったんですか、結局。何だか、赤松ばっかり買った。赤松と竹だ。竹。これをこれは何だっけ。あー、応答。あ、そうだ、そうそうそう。うん、そんなとこでもう終わりにしましょうか。うん。あ、はい。本日から3日間かな。30日までか。30日までかな。やってますんで、皆様。本当に。YouTube 乗れば、お客さんいっぱい来るんじゃない、また。もうね、でも、すでにいっぱいいるんですけどね。そんなとこで。ありがとうございます。はい。はい。